おはようございます。ティレッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。というわけでね、言うてたら残るねやつが残るフレッシュマンが一つになりました。私ね、ちょこちょこ言ってるかもしれないですけど、僕僧侶はさすがに苦手なんですよ。僧侶ね、苦手が すぎる。敵として回した時も苦手だけど、自分で使ったことも ほとんど盲目盲導ございません。もうマス一筋だったからな。というわけで、じゃあまずは今回はね、もしかしたら2パートとかになるかもしれない。今まで職業はほら1パートでパーってやってたじゃないですか、初めの時の時。2パートになるかもしれないですね。行ってみよう。さあ来たよこれね。これ出てくるチームもね、毎回言ってるけど、いいチーム多いんだよ。確かこれさ、ちゃんと出る。あ、そう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 、それも、これが魔法意味ね。で、片方、なんだあれ。うん、なんだあれ。カロン、カロン。それカロン、カロン。カロンはソウルじゃさすがに無理やと思うぞ。はい、というわけでね。もう大変長らくお待たせしました。僧侶好きな皆さんにはもんと申し訳ないんですけど、スキャマトレア僧侶はね、強いのにね、スキャマトレアもう僧侶はね、裏ボス必須職と呼ばれてますからね。はい。もう僧侶じゃないよ、スキャマトの僧侶は。もう、スキャマトの僧侶、僧侶じゃないしな、そもそもあれ。もうなんか彼、もう力でご利用してんじゃん。全然回復、なんか、回復使うイメージないもん。バギとかバギクロス使うイメージねえもん。出たな、お前。最強の僧侶。そうだな、お前不正だからね。お前、つばぜり勝ったのにさ、お前に勇気負けするからな。つばぜり勝ったから、これでもう勇気負けはねえからな。つばぜり勝ったから、これでもう。どないなってんねん、このゲーム。そりゃ嫌われるわ、やっとる奴らに。チームの登場だ。さあ、1回戦チーム何だったっけ？そんなに強いわけじゃないと思う。ああ、シールドヒップホップ。うん、まあ、うん、さすがにいける。さすがにね。もうこれ、運営もうまいよな。適当にチーム詰めてるんだから。はい、というわけで、ソウルのパーティー。ね、まずは一つ目。海なりの杖。聖堂の盾。で、鎧は魔道士のロブ。もうソウルじゃないです。これはもう、これはもう魔法使いと言うべきです。ソウルの攻撃的手段ってやつですね。お供はピーチクとドラゴンです。ピーチクちゃんがね、メタピーちゃん、ドルクマに変わるんで、全体攻撃はね、二人使えられます。ドラゴンは、HP 補強です。だってレベル8なんだもん。基本的に主人公入りのパーティーっていうのは、主人公がレベル育って強くなることで、主人公一人が短期的に強くなる。っていうのが魅力なんですよ。レベル8なんですよ。まあ、そうなるとね、いろいろと変わってくるわけなんですけど、まずこれはロトモンパーティーです、ちなみに言うと。もうメタッピーと海の犬杖がね、全体攻撃しか存在しませんので、安定したダメージをね、見込もうと思います。大丈夫か、今回は頼むぜ、お前。いつもなんかロトの紋章発動してないイメージやん、なんていうか。まあさ、僕がさ、あ、やべあ、やべやっちまった。これはやばい。そうだ。これね、多分ロトの紋章意味なくなりました。一体攻撃になるんで、うわ、やべえ、ミスった。そうか。あ、ナイスどうラッキーラッキー。そうか。シールドヒッポいるもんな。これ間違えたな。そう、ロトモンだったら3体に攻撃できるかなと思ったんだけど、これあれだ、ヒッポだけだ。やっちまったか。これやっちまったな。追加効果が1体に発動しないわ。うわっ、やっちまった俺。寝起きだからって、そんな寝起きだからってエアップしちまったわ。そうだ、ヒッポいるのになんで俺やんの。ナイス、いいよ。こっちに乱数傾いてるよ今。これはもうこっちで普通に押し切るしかねえ。で、ネガークはね、360与えるだけでも違うからね。どんどん与えていこうぜ。とりあえずヒッポは呪文で押せば、呪文で押せば大丈夫だよ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。オッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。オッケーオッケー。で、ここで、いいよ。普通にもう攻撃当てて、しっかり、ロトモンを発動させていこう。はい。あのね、何ドラゴン種っちゅうのはさ、芸人をかぶさないと生きてきれいの。ドラゴン種、てめえらはさ、何芸人かぶさないと生きていけないの。って言いたくなるよ、ほんとに。なんか、キースドラゴンだのさ、ダースドラゴン、お前らドラゴン種っちゅうのはさ、基本的に何俺が何か言ったらそれに反した行動をしなきゃ気が済まないのか。まあ、面白いけどさ。いや、面白いから OK なんだけどさ。動画的にすごい面白いんだよ、それ。すげえよ、お前らは。ドラゴン種っていうのは芸人になるために生まれてきたのか？なんか、オーシャンクローじゃん、つまりドラゴンか？
まあ、削り負けはしてないですね。パーフェクトガードで完全に無駄行動してくれてるんで。てか僧侶にパーフェクトガードするってどういうことだよ。呪文しか使わねえのに。さあ、ドルクマで、暗黒呪文！よし！呪文は通る。普通にシールフリップの呪文が通る、そもそも。ここでテールアタック。今度こそ！はい、オッケー。あ、オッケー。はは、全然オッケーじゃねえ。クソ弱えじゃねえ。さすがに押し切れる。さすがに、つばぜり合いなんてしなくても押し切れる、これは。そもそもパーフェクトガードで勇気溜まってないでしょ。パーフェクトガードしてる時点でね、勇気溜まれねえんだよ、そもそも。大丈夫、大丈夫。ちょっとぐたった感はあるけど大丈夫だ。ドルクマでいける。ここでドルクマ。ドルクマ！はい！よし！ま、さすがに、ちょっとやっぱしたな。ちょっと気ぃつけんと。さあ、2回戦の相手誰？今度は多分ロトモン使えると思うんだけど。ラリフォーか、今度は。今度はラリフォーという弊害があるけど。まあ、ロトモンでいくか。いや、ミニモンチームっていうのはさすがにね、うん。普通のチームより、ロトモンで確実に固定ダメージを狙ってった方が有効だと思いますわ。はい。これね、ミニモンチームってやっぱね、ミニモンチーム意外とさ、なんか、初見の人には弱そうって言われるんだよな。そう。ミニモンってさ、初見の人にはめっちゃ弱そうって言われる、このゲームですよ。まあ、それそうだわな。普通そう見えるわな。多分やっぱみんな大きいの使いたがるじゃん。ギガンテスとか。まあ、俺使わなかったんだけど。俺天の尺。うわ、やっべ嘘でしょ嘘でしょちょっと待ってくれよ。あいー、ラッキーラッキー。早すぎでしょ急にそんな。せめてドラゴンキッズから攻撃してくんないと。びっくりするわ。さあ、クックルちゃんの自己フラッシュはね、確かに普通にいい技だ。お、いいね。さあ、今度こそロトの紋章お願いしますよ。さあ、ロトの紋章を、ロトの紋章掲げてる激流だ、行くぜー。どうだどうだ、よし、今回はロトの紋章働いてんのか。ちゃんと今回のロトの紋章働いてるよ。レイン、あ、ピーチクちゃん死にます。今からピーチクちゃんに雷を落ちます。見ててください。あれあれコドラン、どうした。当てるだけ、まあ、仕方ない仕方ない。これはもう仕方ない。ここでクックルね。よく当てたね。よく当てたな今。シールド盾持ってんのに。あ、ジェットブリザードいいよ。さあ、凍てつかの霊気、ジェットブリザード。いいね、しっかり全員当ててよ。あれあれほら、ほら、ロトの紋章。結局360。ロトの、ロトの紋章、もうちょっと頑張ってくんだよ、ロトの紋章さ。ビアンカとかフローラはまだ使ってないから文句言えねえけど、あいつらも相当だかんな。ゆっくり呪文で詰めれば大丈夫よ。さあ、暗黒呪文、ドルマン、多分通り悪いと思うけど。あー、弱おー、弱大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ、ドラゴンで激しい炎を当てて、キャダインで削り切る圏内まで抑えれば大丈夫、大丈夫。OK! よく当てた！大丈夫。もう大丈夫。あと残り200だ。終わり。いけるいける。いくぜ。氷結も、キャダイム !OK! よし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 。ここは順調。ロトの申しをもう二度と信じねえわ。準決勝ですよ。ここで負けると一戦二戦が無駄になります。準決勝は勝っておきたいところですけど。何でしたっけ？はいはーい、痛い痛い、それかー、あ、それかー、はぐれメダルか。うん、相性ないやつね。了解。前回はさ、魔法意味が使えたんですよ。ただ今回ですね、魔法意味を使えるメンバーがいないんですよ。なんで、切り捨ててます。はい。なので、お供がですね、シールドこそはいいんですけど、もう一体、見てください。ホイミ使いなさそうな顔してます。絶対こいつホイミ使えないわ。もう、キャッホーってなってんじゃん。あいつ顔がもう楽しそうな顔して。いやー、しかしこのね、人型チームが安定として組んでおいたんですよ。まあ、まあ、どんな相手にも対応できるタイプの普通のソウルパーティー組んでおいたんですけども。いやー、きついな、これ。これ、相手の盾的にももうきついんだけど、いろいろ。相手の盾を見てると、聖女の盾で、ハグネメタルがいて、ビッグアイが様子を見ることができて、どうしようかなってなったんですけど、様子を見なかったです。様子は見られなかったですね。はい。じゃあ、バギマンを通します。2体にね。てか、ソウル大会にハグルメタル持ってくんなよな。まあ、向こうが祝福の杖だったら切れてたと思うよ、正直、この相手。向こうが海なりの杖。とかでさ、あ、うわ、ナイスー、それはナイスだわ、お前。よくあって、嘘、よく当てたね、聖女の盾持ってソウルにさ。よくそんな返しに叩き出しやがったの、お前。ガトリングアタック。まさかのガトリングアタックです。
まさかのガトリガーなんか選ぶ。まあ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 、でも後付け AI なら優秀やけど。ナイスカード、こっちはカードしていくっていうね。大丈夫これ決勝戦でさ、負けるんじゃないのさあ、基本的にはなんか、ま、ソウル大会さ、てか3戦ともさ、比較的難易度緩いんだよな。うわ、結構強いな。さあ、ここでね、ステップを踏んで、カブト悪い、せーの、はいでしょ。いいよいいよ、大丈夫大丈夫だ。しっかり当たれば大丈夫だよ。バサマン、大丈夫大丈夫。大丈夫。むしろ一番ビッグアイがいいと思う。じゃあ、レッツク、スコンくるかい？あー、食らわない。まだ、ま、様子見とこうか。このターンまだ様子見でいいと思う。スペシャルカードギガデインで詰めるのはちょっとまだ早いな。ちょっとまだ様子見よ。様子見ないな、あいつ。あいつの、あいつは様子を伺わないね、その割にはね。その割にはあいつは様子を伺わないのかい。もうこれをもらいましたよ。ほぼもらったと思う。次ギガスラで勝てる。普通にギガスラッシュで詰めるだけで勝てる。激流。はい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 。さあ、ここでヒットアンダーウェイ来たー来たよ、ヒットアンダーウェイ。まあまあ、ここでね、痛恨食らうが、まあ仕方。どうしたどうした今日は今日は主人公がキレいいぞ。レベル10だからって。僧侶レベル10。はい、よいしょ。いいよ。大丈夫、もう終わった。なんだったら小悪魔のキスで終わる。すげえジャレスクじゃん、お前。様子見ないんだね。大丈夫、ちょっと待って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 。順調すぎるんだよ。待って待って、順調すぎない？ちょっと。おい、あはははは。まあ、しゃあない、しゃあない。そりゃそうだわ。このターンの回避率やばいって。まあ、ギガスラでいきます。このターンの回避率どないなってんねん。決勝戦で大丈夫、ちゃんと大丈夫。やってんなって、またない、決勝戦で。とりあえず、ここまではパッと勝ったの。さあ、来ましたよ。決勝戦来ましたよ。いや、決勝戦敵がね、ん？全然持ち込んでないよ。ほら、ほら、モリー、やめろ。スコアタの、スキャバトのスコアタの運営みたいなこと言ってんじゃねえよ。お前、ちゃんと大会見てくれよ。全然長期戦してなかったぞ。さあ、決勝戦。まあ、確かにここがね、きついんですよ。もう完全に正直ね、このソウルパーティー、こいつが使うソウルパーティー、ガチなんですよ。もうガチガチよ、正直。あのね、下級職の流れ、一番完成されたパーティーを使ってるのは彼です。正味。じゃあ、勝ちますか。一発で行こう。ん？さあ、もうこの決勝戦のパーティーはもう知ってるんですよ。マミーとデュルハン、僧侶。普通に強いんだよ。隙がねえもん、パッと見。もう完成されてんだもん、これ。これ、そのまま使ったら強いと思うもん、正直。なんで急にガチパン持ってきたんすかね。正気がないわけではないです。はい。何が怖いかって、デューラとマミーの回心率が高かったり、マミーが28からラリーをぶっ走ってくれたり、嘆きの歌で、シールド構造が止まったり、そのあたりが怖いんですよね。いや、嘆きの歌でシールド構造が止まれば、割りかしガチであり得るから。で、向こうがスペシャルカード光の弾を使ってくる戦法なのは知ってるんですよ。だから、つばぜりは負けたらもう負けです、ほぼ。つばぜりは負けたらほぼ負けだと思ってます。ここでバゲマン選ばれました。ベホイム、選んでほしかったな。うえぇ、バギーマン食らうなぁ。さあ、ドラムクラッシュ怖いな。避けていくか、ガードするか、避けない。バサマン、うわー、バサマン、さっきみたいな回避見せてくれよ。多分ダメージです、負けてんぞこれ正直。ほい、よっしゃ、うまい、それはうまい、よく当てた、うまい、ナイスナイスナイス、それはいいよ。ここで、あー、バギーマン、うん、つばぜり合い勝ったらね、正直ビッグオイミで勝てるんだけど、バギーマン、オッケー。つばせに勝てさえすれば、っていう方意味で粘れるんだけど、パンデミック怖いなー、痛恨くんだよ、これ。めちゃくちゃ痛恨で安いからね。おーい、おい。さあ、カブトアリステップを踏んで、軽いからステップから、ジャンプ攻撃。はい、よいしょ、よく当てた。よく当てたな。いやー、わかんねえな。これでいっか。3ターン目のつばせりあいにかけ、すべてを託します、こうなったら。いや、前は魔法意味で吹っ飛ばしちゃったの、こいつ。こいつら前は魔法意味吹っ飛ばしちゃったのによ。魔法意味今回使えねえんだもん、だって。次のターンつばぜりあいしないと、まあ負けですよ。で、ワンチャン痛恨ここで2連とかされたら、多分向こう勇気溜まると思う。2ターンで。やめてほしいよ、爆速勇気やめ。はい
しゃあないしゃあない、さっき会社やっててるからしゃあない、ここはしゃあないよ。つばぜに託せばなんとかなる。バギーまあ多分ねこのパーティーを削り切る方が大変なんだよ、魔法意味以外では。バギーは強えな。さあバサマン、とりあえず赤まで持ってければいいから、つばぜれをカブトに押して。オッケー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 、よしよしよし、いいよいいよ。ラリホー来た、勝ち越さん28からラリホーが飛んできたやばい、おっしゃおっしゃ、危ねえ。ここでベホイミ使えるのはラッキー。つばぜれさえ勝てれば、これつばぜれに勝てればもうベホイミはだいぶ有利に働くから、総理の先方よ。さあここでどう来る、嘆きの出し入れ、これ主人公止まるとやばいぞ、てか主人公止まったらやばい、勇気がもうつばぜれできなくなるから。よし、ミスミスミス、すべてことが止まるでしょ、じゃない、死ぬこと絶対止まる、任せろ。ここでつばぜれ取るから、赤で取るから大丈夫だ、この2秒式でね、赤の2秒式ね、いつもの2秒式で勝つんで大丈夫です、任せてくださいよ。5、4、3、2、ここよし、いつもの2秒式いくぜ、負けるわけがない。よっしゃ、あとは耐えろ、あとは耐えるんだ、あとは耐えれば勝てる。でもここでシード小僧がね動けないことによってホイミとかで回復できなくなるから、それが怖いよね。ただこの、次の1ターンでも多分勇気たまんないんだわ。2ターン耐えないといけない、2ターン耐えないといけないんですよ、それがちょっとな。怖い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 、これもこの辺り怖い、あやべ通行だ、あー大丈夫と、まさかの、まさかの、あ、嘆きの歌、これね、シールこそが大体止まるんだよな。この、嘆きの歌でシールこそが止まりやすいんですよ、単純に。あ、ラッキー。ね、あれ、ないあれ。見えない。あ。やべ、持ってねえんだ。やべ、一瞬使おうと思ったんですが、持ってなかった、やべ。てか、ここ光る玉でよかったか。むしろ、ここで光る玉使ったけど、なんとかなった説あるな。ここに光るのは使っとけばよかったか。ミスったー、あれ使おうと思ったけど光る玉でよかったわ。てか何で俺探してたんだろう。どうせこのタイムたまんないから、まあ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 、今4ターン目でしょ、うん大丈夫。ただね、こっから削り切られる説は普通にありえるんで、のー、あー怖い怖い、大丈夫、ベホイミで、ベホイミで取るからね。次オッケー、バサマンしっかり当てて、勇気貯めてこ、次のターン絶対溜まるから。ベホイミ、オッケー、次のターンドラゴンオーブで耐えましょう。ドラゴンオーブで耐えれば多分ね、うん、なるほどね、まあ、ここで痛恨食らおうがなんとかなる、なんとかなる、大丈夫だ。ここでドラゴンオーブ、あった、ドラゴンオーブでこの一旦耐えれば勝ちよ、この一旦耐えれば勝ちやと思うよ多分。ただちょっと怖いなこれ、ラリフォーでとかで打撃の歌で止まりまくって勇気がたまんない説は普通にありえるな。バサマンが攻撃しかないから、そこで当てればって感じかな。お前はバカだ、お前こいつはバカだあ、こいつはバカだったわ。ラリフォーとかドラムクラッシュ、あの打撃の歌で止まって動けない説が一番怖い。むしろパンテージ、うーこい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 、ちょっと待ってー、あんとバサマン止まるかいってこれで勇気ためれないのが一番怖いんだけど。うわ、バサマンしかも動いちゃったし。これね、ビビリギリとかを当てれば、当てればたまる絶対。さあどうだ、隠れ隠れてビビリギリ、はい、よいしょ、たまった、いった、これ勝った、もらった、もらいましたしかもちゃんとベホイミ選びやがってよさあ嘆きの歌ね、デュラハーンがここでなんか963出すから、嘆きの歌全員止めるかということをしないとね勝てないですよ。いや無理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 、はいよかった。いやまさか君勇気貯めてないよね。というわけで僧侶の先輩お越しいただきました出た出たな、僧侶の先輩、ゴスロリ、ゴスロリ僧侶でございます来たよ、行くぜたくみくん、君の望む僧侶の像を見せてやるよ
ピンクタイフセティア出てきやもった会場に桃、会場の桃色にあ、これは幸せですもん。勝負あり。イエーイ、よく一発でいけたね多分ね、パンデジックとかドラムクラッシュであんまり痛恨出なかったのはね、勝因だわ正直。あれで痛恨出ると本当に勇気回収されやすいから、よく勝てたな。ちょっと運が良かった感がすごい正直ね。あとはツバゼレはよく勝てたなってそんなバカなツバゼレにさえ勝てれば勝てるからひたすら回復、ひたすら状態異常ね。おー、ひたすら回復だったな、どっちかといえば俺若干プレミが多かったけど、今回プレミが多かったのがちょっと気になります私もう気にしないでくれ、勝ったからいいじゃんちょっと勘弁してくれよ